私狙われちゃってる。任せてください。こういう時こそ連携の見せ所です。私はいい気がしませんね。じゃあ今度は攻撃で連携を見せちゃおうよ。賛成です。作戦を言います。二人とも聞いてください。素材も手に入りました。早くカティのところへ報告しに行きましょう。なくて小腹が空いた時にもいいんだよね。えいえい、植物ってちょっと苦手なんだよね。えい、小さい虫がついてることあるし。よいしょ、錬金釜に入れちゃうんだし絡んでてもいいよね。噛まないように取るのが難しいんだよね。うん、こんな感じ。よし、頑張っていこう。それ。いくよ。Thank you.
なるべく丸い石がいいですね。角がない方が持ってても痛くありませんし。てやっ、木の実集めなら任せて。子供の頃よくやってたんだよね。難しいです。よいしょ。穴か。私は興味ないな。あんまし高く売れないんだよね。えい。植物は採取した後が大切です。腐らせないように持ち帰らなければ。宝石は何かとよく使う素材です。絶対に持って帰りましょう。よいしょ。よいしょ。武器や道具を作ったり直したりするから、どこに行っても宝石は需要あるんだよね。てやっ！てやっ！トゲが立派でも折れてても錬金術で使うならどっちも一緒だよ。てやっ！てやっ！えい！てやっ！えい！てやっ！これこれ。錬金術ではよく使う素材なんだ。見つけたらちゃんと採取しようね。Thank you.
素材になりそうな木の実ですね。持って帰りましょう。草原はいいですね。これこれ、隠れてない分素材も見つけやすいですし、てやっよし頑張っていこう。それ逃がしません。気がします。